スダップマラムプログラム1 G アップスプラウト。この番組はオフィスの働きやすい空間と使いやすい家具をお届けする国用株式会社、チャンネル銀河、 MTB、 他の提供でお送りいたします。G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜は私中塚美穂とセントフォースの甲田朝香でお送りいたします。朝香ちゃん、はじめまして。はじめまして。もうやっとお会いできました、ね、私ずっと美穂ちゃんのこと気になってて、私も朝香ちゃんのこと気になってて、めっちゃ可愛いと思って共演したいなと思ってた。いや、私も共演したいなと思ってツイートしました。ありがとう、本当にありがとうございます。それでですね、はい、今週ね6月12日、はい、美穂ちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。一つ年を取りまして21歳になりました。もういいことだと思います。ちょっとまだね、年を取って喜べる時期、素晴らしい時期だと思いますよ。まだ喜べる時期ですか、21。もう全然よ。本当に私もう年取りたくないもん。私はね、でもまだ23だけど、全然差がないですけど。どんな誕生日を過ごしたんですか？はい、そうです、あの大好きなディズニーランドに、あら、お友達に連れて行ってもらいまして、一緒に夢の国で、夢の国ミッキーって言って誕生日だよって言って行ってきました。もうなんか思い浮かぶわ、本当に。どうせ耳つけてんでしょ。どうせ耳つけて、かわいいな。そうなんですよね。いいな。で耳つけて、一、人で行く時も耳つけていきました私。本当に周りから見たら何あいつみたいな感じで、あの私を超える人材がここにいます。はい、一人でもディズニーに行きます。そうなんですよ、すごい楽しかったです。ありがとうございます。幸せそうやわ、はい、ね、幸せそう。1日ケーキ3つ食べちゃいました。あら、ケーキ3つ食べたの？ケーキ3つ食べた。ホールケーキ、ホールケーキ、ショートケーキ。え、どんなケーキ食べたの？ムース、うん、普通の、まあ、チョコ、うんうん、ムース付きのショートケーキ、うんうんうん、であと普通のショートケーキ食べて、いちごムースみたいなのが。ケーキといえば先週、そうよ、うかい、アトリエうかいのね、そうです、生菓子をプレゼンで、プレゼンして、どうでした？おいしそうだったし、私も食レポしたかった。次は食レポでお願いしますって感じ。まだでもそれはプロデューサーのゲイノルズ聞かないと分かんないから。あ、いやでもやってくれるよ。やってくれますよね。絶対やらせてくれると思う。だってあれ本当に美味しそうね。すごいね。何が良かった？いや、なんかあのスポンジのふわふわ感、うんうん、やっぱちょっと生で食べて、あのメロンのね。そうですそうです。聞いてて食べたくなりましたもん、あの食レポ、うんうん、美味しかった。メロンのケーキなんてなかなか食べることないから、確かに食べてみたいなってすごく思った、うん、珍しいですよね、なかなかない、うん、ね、美味しそうだったね。タマプラスの近く、ね、スタジオ近く売ってるから、ぜひね買ってってね、はい、あ、そうだ、今日買って帰ろうかな。もう店閉まってるけどね。オーマイゴッド、来る前に買えばよかった。来る前に買えばよかった。そう、そしてね、うん、プレゼンというと、この番組のお届けしてくださっている国用株式会社さんがね、今日ね、見てください。初めて、そう、この椅子、イングイングね、イング、イング、そう、国用株式会社さんからの椅子で、イングという椅子がね、この G アップスプラウトに提供してもらった、ま、提供を、ね、してくださってて、今日スタジオに入ってきて、びっくりしました。座って、え、みたいな、なんか浮いてる感じが、座ってて浮いてる感じがすると思って、すごく楽しかった。動きますよね、なんか、そう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 、いい、ね、すごい角度がね、座りやすい角度に傾いてくれる、フィット感がすごい。そう、まあ、人間の体で微妙に動いてるから、それにね合わせて、ね、そう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 、やってくれる、これ疲れませんよ多分、うん、これでもう今日の労働劇バッチリなんじゃない？あ、もう私の角度でもうこの椅子を使ってねお届けをね、はい、というわけでね、あれだよね、あの美穂ちゃん久しぶりの出演だけど、はい、そうなんですよね、初回放送だったよね。私見ましたよ。え、どうでしたか、私の初回放送。なんかお茶目で可愛かった。お茶目で可愛かった。あのね、なんか私には出せない。いや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 、十分お茶目だよ。
出てらっしゃるし、品質が違うから私と。同じですよ、私同じ匂いを感じますもん。いやいや一緒にしない方がいいと思うよ。本当にみなみちゃんとあさかちゃんと、そこに私も加えてほしいなって。今度ね、ご飯行こうねっていう話してるもんね。そうなんですよね。そう、次こそ私も。今日緊張してますか？いやでもなんかさっき緊張してたんですけど、うん、やっぱ同じ匂いがするので、うんうん、同じ匂いとして頑張ろうみたいな。やっちゃおう、やったよみたいな、もうそういう感じが出てますよ私からは。じゃあもう思いっきり頑張って楽しんでいっちゃいましょう、楽しんでいっちゃいましょうね本当に。はい、はい、ここでチャイムが鳴りましたので G アップニュースをお届けします。ここで G アップニュースです。高田朝香さん22歳と森山美奈さん20歳が約1ヶ月ぶりに交友を育んだことを高田朝香さんのインスタグラムのストーリーに上げました。ある関係者筋の情報では、先月から全然美奈に会えとらんと高田朝香さんが嘆いていたとのこと。では高田朝香さんに現在の心境を聞いてみたいと思います。森山美奈さんと会えていかがでしょうか？これですね、はい、どういったニュースですか？まず高田さんに、ちょっと関係者筋で俺パイソンのことだから。そうですよね、先月ね嘆いてたよね、アイトランって全然、ね、いや久々に会えまして、1ヶ月ぶりに、ね、1週間に1回は絶対会ってた仲なんですけど、やっと会えてもう元気注入したんですけども、全然みなみに会えとらんっていう。次はみなみが体調崩していて、あそう、もう多分元気になってると思うんですけど、今ねジメジメしてるし、そうそうそう、体調崩す時期なんですねきっと。次はね私が元気をあげたいなって思ってます。元気あげたい、もらった分返してあげなきゃね。そうですね、そうインスタグラムストーリーにもあげたからね。いや本当に寂しかったんですよ、本当に寂しかった。えこの全然みなみに会えとらんっていうのもストーリーに書いたんですか？あもう全然みなみに会えとらんってなんかもう嘆いて、もうみなみはスルーです。あスルーしたっけ？ちゃんと答えてくれた？うん、覚えてないけど多分スルーしてない。覚えてない。そんなに寂しかったの覚えてないの？そんな。いやでもね、ありがとうございます。これを育めてよかったと思いますよ。もう G アップスプラウトでね、私たちのね心境をねいつも聞いてくれてね、もう本当にありがたいですよ。いやいい熊本幼馴染コンビを。コンビ。羨ましいな、ね、幼馴染コンビ。ちょくちょく二人から別々に聞くから、二人のことを。そう。そう、面白いよね。今日ね、朝香ちゃんからいろいろ。聞きます。聞きます、はい、はい。それでは今夜もイツコムスタジオタマプラザから生放送でお送りいたします。
お届けした曲はビーズのニューアルバムからウルフでした。今夜も始まりましたスラップマラムプログラム1 G アップスプラート。毎週私たちスプラートメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルス、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に生放送中です。また FM アプリの失礼いたしました、またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 FM サルスのホームページをチェックしてください。G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-salus.jp msg@fm-salus.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームからお送りください。イッツコムチャンネル10をご覧の方は、ま、画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。はい、FM 品川でも今月からね放送が始まったということで、はい、88.9MHz に合わせてお聞きくださればと思います。はい、はい、そしてですねメッセージを、そうなんですよ、今回ですねいただいています。いただいてまして、その4通もいただいてありがとうございます。まずはじめに川くんさん、ありがとうございます。パーソナリティスタッフの皆さん、雨の中お疲れ様です。先週は絶品のスイーツ特集がありましたが、お二人がお友達を迎えておもてなし迎える時におもてなしされるスイーツを作るとしたら何を作りますかと。もう私はですね、はい、あの実家がさつまいも農業なので、おというとスイートポテトをね、作るんですよ、いつも。もう美味しい。いや、あの母のスイートポテトが絶品なので、それを伝授してもらっていつも作ります。今度食べたいです。あ、全然作ってくるよ。ですか、うん、じゃあ作れるから、予約をお願いします。了解です、はい、私はね、うん、スイーツってそんなでも作ったことあんまりなくて、ね、機会ないよね。そうなんですよ、思い出すとしたら、うんうんうん、ジャスミンティーを使ってゼリーを作りました、うん、なんか上がジャスミンティーで下がミルク、おー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 、でこう2段になってる、層が2段になってる、っすっごいおしゃれだね。そうなんですよ、ちょっと、あ、何おしゃんなのを作ってんの。テレビで見て、あ、またちょっと作れるんじゃないみたいな。確かにゼリーって作りやすいよね。そう、作りやすい、もうゼラチンバッて入れて、うん、はい完成みたいな。はい完成みたいな、なんか、うん、楽しそう。そう感じになります、いつも。はい、では2通目、なめろうさんからありがとうございます、はい、ありがとうございます。中塚さん、甲田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。以前プレゼンで紹介していたさえらさんのビニール傘買ってみましたよって。おー嬉しい、ありがとうございますね。私も見ましたけど、うん、すごいおしゃれですよね。そうですよね、ビニール傘でお皿ってめっちゃいいですよね、うん、しかもすごい使いやすいし、あれ、うん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 、なんかビニール傘って普通ねちょっと地味なイメージありますけど、うん、なんかすごいカラフルで、うん、使いやすいなと私も思いました。はい、で3通目、タカさんからありがとうございます。ありがとうございます。みおちゃん、あさかちゃん、こんばんは。こんばんは。今日も雨でしたが、お二人の梅雨の乗り切り方、楽しみ方があれば教えてください。梅雨の乗り切り方難しい。私はあえて長靴を使わない。あー私も使わない、うん、確かに履かないかも。厚底の靴でもう濡れてもいいから外に出ていいですね、うん、梅雨だからこそ外に出る、うん、そうですそうです、だそうです。タカさん、濡れてもいいや、濡れてもいいや、雨梅雨もね楽しみましょうということで、そうビニール傘を使ってね。そうですね、うん、はい、では4通目、イサムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミオさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。アサカさんと初のコンビですが、お互いの印象を教えてもらえますか。私は同じ匂いがして好きです。私も好きです、はい、やったー、もう相思相愛になりました。多分、ね、ということで、みおちゃんね、掘れば掘るほどいっぱい面白いものが出てくると思うから。そうなんですよ、私は面白い人間なんで掘ってください。掘りまくります今日は。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。早口言葉ですか、あさかちゃんは得意ですか。得意じゃないです。はい、私も得意じゃないです。
じゃあ今夜も頑張って成功させていきましょう。はい、はい、頑張りますよ。ではね、今渡された今日の早口言葉をね、まずは私がゆっくり読んでみたいと思います。はい、超写実主義なおかみ、朝からつかみはこうだと、中身なかなかシュールレアリズム。なんだこれ。え、でももう言えてたじゃん。え、でもゆっくりだからですよ。あ、これちょっと、え、ちょっと意味が地が多いね。地が多いし、なんかちょっと、あ、でもいろんなのが入ってるんだ。いろんなのが入ってるね。漢字が読めるか心配、まず私の場合。あの、ちなみに振り仮名振ってあるから。振り仮名、振り仮名みたいですよ。あ、大丈夫です。だいぶおかしい話だ。そうですよね。そもそもね、ちょっとね、この難しいのをね、私からいきますから。はい、あさかちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。頑張ります。はい、ではミュージックスタート。これ、やばい。できるかな。絶対できない気がする。漢字とひらがなとカタカナ難しいわ。あ、みゆちゃん頑張ったよ。やばい、いい流れをこっちに。やばい。超写実主義の浮かび、朝からつかみをこうだ、中身中身レアリズム、超写実主義の浮かび、朝からこうだと、なかなかなかフライング。フライングじゃない、はい、遅れた。いきます。はい、超実主義なおかみ、朝からつかみはこうだと、中身なかなかシャリシャリ。あー、惜しい。シュールレアリズム。いや、シュールレアリズムじゃないから、シュールレアリズム。シュールレアリズム。シュールレアリズム。でも今回のね、早口言葉もね、芸能人に作ってもらいましたよ。え、ちょっとやっぱ、ね、気づいたとこあるんですけど、私。あ、何、どこどこ気づいた。名前入ってませんか。その通り。でもずっと続いてるでしょ、名前シリーズ。そうなんですよね。ね、朝か。朝か。中身。ね、高田と、だ高田朝香だよね。高田朝香で、中は、中身なかなかの中だよね。あと、つか、つかみ、朝からつかみ。おー、中つか、名前がね、ちょっと散りばめられてる。そう、すごい、すごいでしょ。どっから引っ張ってくるんですか、いつも。どっから引っ張ってくるんだろう。考えるんですかね、すごい。芸能人行かないとよくわからないけど、ちょっと芸能人さん、まあ、今日の朝一もらったけどね。うん、今日の朝一に、朝一もらってる。朝一にもらって、朝一にこれから考えますって言って。すごいね、これすごいですね。ちょっと傑作だと思います。なんかいっぱい名前が散りばめられてるから、今日ちょっとスムーズに言えたのかな、私は。うん、ちょっとすごい良かった。ちょっとフライングしたよね。ちょっとフライングしました。ごめんなさい、やらかしました。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたから、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。はい、今週のテーマは朗読劇。やってきました。今夜のテーマは朗読劇。東邦学園の OB 生徒さんが制作した朗読劇を 毎月第3週目にお届けしている恒例のマイプレゼンテーションです。はい、はい、毎月東邦学園さんに朗読劇を作っていただいても、うん、本当に感謝の極みでございます。ありがとうございます。本当に確かにこれだけの朗読劇を設定から物語やね、こうセリフにするのにあたり、とっても大変だと思うんですけど。本当に大変なんですよ。なんかそのセリフ一つ一つに意味を持たせるっていうのも本当にあの大変だし重要で、もうあのいただいた時、台本をいただいた時から、もうあ、こういうことをね伝えたいんだろうなって、私がね言葉にするのも仕事なので、楽しみだな。いや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 。でしかもね、今回も前回に引き続き、うん、作者は東邦学園 OB の神奈月真紅先生です。もうなんか、ね、一度お会いして深い話をしてみたいぐらい。ね、ぜひいらしていただきたいですね。ね、うん、ね、本当にゲストで来ていただきたい。ね、確かに。あ、面白そう。それ読んでいただきたい。そう、ね、ということでとても楽しみです。はい、朝香ちゃん、朗読劇も3回目ということですが、緊張してますか。いや、緊張しますね。します。やっぱり新しいものを皆さんにお届けするっていうのは毎回ね、うん、確かに緊張しますけど、まあ、3度目の正直ということで、まあ、かましてやりたいと思います。あ、楽しみにしていますよ。頑張っていきたいと思います。はい、では朗読劇のタイトルと登場人物を紹介しますね。はい、今回の朗読劇のタイトルは紫陽花姉妹。梅雨の季節にぴったりなタイトルですね。うん、物語の登場人物は2人の姉妹です。水月桃花、大学3年生、明るく快活な性格で同じ場所に泊まっていられないタイプ。体を動かすのが好きであり、スポーツは全般が得意。
代わりに座学が得意ではなく、大学のテスト前には日々うなり声を上げている。誕生日は6月26日の女の子です。そして妹の方ですね、水月志郎、大学1年生、桃花の2つ下の妹。物静かで落ち着いた性格をしており、ゆっくりと喋る言葉には抑揚があまりない。姉の桃花とは対照的だが似ている面もある。誕生日は同じく6月26日ということで、そう、誕生日がね、同じ姉妹なんですね。そうですね、なんか珍しい設定が、うん、では朝香ちゃん、そろそろ準備はいいですか？よかですよ。では、はい、朗読劇始まります。はい、はあ、暇ね。今日は大学が休みだし、雨が降っててどこも行けないし。ねえ、シロ何かやらない？何かって？それに私は十分暇を潰せてる。潰せてるって、本読んでるだけじゃない。うん、そう、私はこれで十分。相変わらずね。もっと体を動かそうとか思わないわけ？姉さんが活発すぎるだけ。それにこの雨音を聞きながら和室で読書にふける、なかなかオツだと思う。そう？姉さんには情緒やわびさびってものがない。そんなことないわよ。そう？姉さん基本的にいろいろズボラで雑だけど。そんなこともないわよ。何よその疑り深い眼差しは。だって姉さんは昔からそうだった。花より団子、色気より食い気、後先考えない体力お化け。確かに昔はそうだったけど、今は私だって大学生よ。大人の女なのよ。鼻をめでるぐらい朝飯前よ。そう言いつつ朝ごはんの匂いにつられて鼻をめでることを忘れるのが姉さんだから。体力お化けだけど頭は良くない典型的なおバカ。怒るわよ。決して私はお姉さんと違って貧困法制ユース成績優秀な、とってもいい子。姉さんと違って。なんで2回言ったのかしら。ねえ、怒らないから言ってごらんなさい。大事なことだから。私姉さんより偉い。ドヤ顔すんじゃないわよ。まあけどそれはそれで姉さんらしいと思う。ピンク色のアジサイの花言葉は元気な女性だから。なんでいきなりアジサイなのよ。姉さんの誕生日は6月26日、誕生花はアジサイ。姉さんの名前、桃花の桃はピンク色のこと。お母さんに聞いた。そうなの？そう、姉さんはおバカだから知らなかった。怒るわよ。たまには姉さんも本を読んだ方がいい。そのドヤ顔やめなさい。さすがに腹立つから。でも、誕生日ならあんたも私と同じじゃない。2個下だけど。確かに同じ。でも私は色違い、白いアジサイ。花言葉は寛容、私にぴったり。どこがよ。私は姉さんと違ってすごく寛容、とても心が広い。だから私が買った少しお高いアイスを姉さんがこっそり食べていたとしても、私は気づかないふりをして黙っててあげる。うん、寛容優しい。全然黙ってないじゃない。流れに乗じて許してないことをアピールしてるじゃない。それにあれは買ったと思ってたアイスが次の日なくなってて、改めて見たらあったから、あ、私のかなって思ったのよ。言い訳は聞かない。食べ物の恨みは怖いもの。人のことを散々ディスりながら自分だって食い気強いじゃない。姉さんの妹だからそれはしょうがない。私と違うとか言っておいて、そんな時だけ姉妹関係持ち出すんじゃないわよ。血を分けた姉妹だから。妹は姉の姿を見て育つもの。あんたの性格を私のせいにしないでよ。ちなみに姉さんが自分のために買っておいたアイスは私が食べました。ごめんなさい。はあ？さてお家もついたし、お昼。あ、こら待ちなさい。朝香ちゃん、どうでしたでしょうか？お疲れ様でした。あ、なんか今日なんか変な汗かいちゃった。すごい、もうすごい聞き入っちゃった。いやいや、なんか設定、このももかちゃんがすごくこうハキハキ快活した性格で、しろちゃんがこう抑揚があまりない、もう落ち着いた性格、その違いがすごい出てて、分かりやすかったし、そう、いや面白いですね。毎回ね、なんかなんだかんだ声は声質、変えてみるんですけど、全然違った。あの
なんて言うんだろう、姉妹感を出せるように、うん、あの違うを入れてみました。なんか最後のこう掛け合い、うん、ちょっと2人ともこうテンション上がって、そうすごいなんか姉妹感がどんどん出てきた気が。やっぱね、私もなんか読んでるうちになんか波に乗ってくるというか、そういう時があって、最後の方はあ、なんかあ、こういう感じが芽生えてくるなっていう、なんか本番の新しい生の感じがあって、はいはいはい、すごい楽しかったです。すごく面白かったです。ありがとうございます。いやもうそれはね、台本作ってくれた神奈月先生がね、おかげでもありますから。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして ね、それを朝香ちゃんのねこの演技力でさらに素晴らしい。それね、東邦学園ってね、いろいろとこうメディアのいろんな、そうなんですよ、こういう業界にもね、すごい多いよね、卒業生とかね、方がね、だから幅広 い、だから創作だったりね、こうカメラだったりラジオだったりね、テレビだったり映画だったりね、あるからもう幅広いよ ね。これ絶対ショートムービー作っても面白そうですよ ね。もう本当に神奈月先生一度こちらにいらしていただきたいぐらい深い話がしたいなと思う。本当に本当に次回押してます、押してます。神奈月先生が来ていただけたらいいなと思っています。というわけで東邦学園 OB 神奈月シンク先生の朗読劇は楽しんでいただけましたよね。次回の朗読劇もお楽しみに。それではここでクイーンのボヘミアンラプソディをお聴きください。
お届けした曲は6月の MTV マンスリーレコメンドアーティストクイーンでボヘミアンラプソディでした。みおちゃん、はい、先月話題になったあのコーナーが帰ってきてみたいですね。なんとなんとなんとタイトルコールをお願いします。はい、サイコロトーク。おー、やったね。やったね。楽しみなんだよこれ。はい、私たちアナウンサーはどんな時でも臨機応変にどんなトークがで何でもトークができないといけません。そこで話が転がるようにとサイコロトークをしちゃいます。あさかちゃん、サイコロの面を紹介してください。はい、早速紹介していきます。まずは恋バナの話。恋バナ、はい、初めて丸々した話。初バナ、はい、私意外と丸々なんです。伊賀バナ、地元の地盤話。地盤バナ、そして当たりはあ、ドッキリした話も、ああ、ごめんなさい、そしてドッキリした話。ドキバナー、これか。当たりました。はい、当たりはですね、私たちのツーショットチェキをリスナーの皆さんにプレゼントいたしますよ。あさかさん、しかも初恋の話ね、前回そうされましたもんね。その前に初バナって言っちゃったけどね。初バナってごめんなさい、楽しみすぎてそんなに恋バナ話したいのかな。しゃべりたいそうですよ。もう一回初恋の話があるかも、2回目の初恋の話があるかもしれないからね。用意してるけれども、けれども、うん、ね、まあそれを超えるように頑張りたいと思います。はい、ね、はい、では朝香さんからねサイコロを振っていただきましょう。はい、お、何が出るかな。テレレテテテレレテ、はい、およ、あ、はい、お、初めて丸々した話。イエーイ、初めて丸々初バナです。あ、ね、ではね、朝香さんサイコロトーク、初めて丸々した話お願いします。はい、ですね、私ちょっとちっちゃい頃の話なんですけど、はい、おねしょした時の話。事務所的にいいんですかね。あ、よろしいですか、大丈夫ですか。大丈夫、プロデューサーが OK です。ちっちゃい頃の話なので、はいはい、あのですね、私あのよくおねしょしてまして、で、あの一番最初にした時のおねしょの話をするんですけど、本当にくだらないんですけど、あのおねしょして、あの恥ずかしいじゃないですか。そうですよね、お母さんには言えないわけですよ。言えない、言えないだ。でもう、じゃあもうおねしょしたらもう一回もう一回寝ようと思って一回寝たんですよ。したらそう冷たくて起きて、でお母さんから、あんた何やっとるんって言われて、え、おねしょした、どきなせってめっちゃ怒られて、剥がされて、なんかもうお母さんが来るまでもうずっと耐えてお昼まで待ってたっていうくだらない話なんですけど。え、その時の心境はどうだったんですか。もうバレるバレるバレたくないみたいな。そう、その時に初めて、あの、なんていうの、恥ずかしさを知った。その時の恥ずかしい、恥ずかしいって気持ちが芽生えたんだ。そう、恥ずかしいっていう芽生えが親にしたのかな。でもね、感情がね、あなたに芽生えたという。本当にね、くだらない話をね、パパッと済ますよ。では初めて感情が芽生えた話ということで。あ、そうですね、あ、いいですね、いいですね、恥ずかしいという感情が芽生えた話。ちょっとまとめすぎた。やったやった、さすが、イエイ。まあでもね、面白い、あさかちゃんの内面が見えるお話でしたね。はい、はい、ということで次はみおちゃん、はい、振っちゃいましょう。何が出るかな、何が出るから。お、何が出るかな、はい、すんごい振ってんね。はい、お、うわ、出たよ、みんな聞きたいと思うよ。こちらです、初恋の話ですね。イエーイ、初バナ、初バナです。初バナはね、うん、私は恋バナだ、恋バナ。さっきの初めての話バレちゃった。恋バナ、私の恋バナ、うん、小学校2年生の時ですかね。小学校2年生で同じマンション、すごい広い大きいマンションで、まあ、1号館2号館みたいな5号館まであって、すごい大きなマンションだったんですけど、同じ小学校に通っていて、5号館に住んでいる男の子がいたんですよね。でちょうどバレンタインの時期で、だよ、でもその時私は作る能力なんて持ってなかったんですよ、小学校2年生だし。だからわざわざこう買ってきて、うんうんうん、お家まで届けに
行って、はい、まあそれね、好意、うん、を抱いてるわけですから、うん、お家まで届けに行って好意って言い方がちょっともうね、抱いちゃったわけですから、それ多分何の子、ちょ、クマちゃんだったかな、なんかチョコをね、うん、あげたんですよ。でやっぱりこうお返しにねチョコをもらって、うん、もうそれだけで嬉しかったですね。なんかピュアだな、ちょっとまあうろ覚えなんですけど、うん、チョコをこうやり取りしたっていう甘酸っぱい私の小学2年生のお話ですね。しかも同じマンションなのでね、うん、そこでね恋が生まれるっていう、もうみおちゃんの、あの小学生の時代ってもう付き合ってたりしてたのかな、なんかいた周り、違う、なんか付き合ってるとかじゃなくて風の噂で何々ちゃん好きなんだよねって噂がこうどんどん広まってて、相手に届いて相手も何その子が好きなんだよねって広まってって、お互いがそれを知ってお互いが好きっていう状況は分かってるんだけど、でも付き合ってそうデートに行ったりはしないっていう、あ小学校2年生だからね、まあそう、私の時代でもなんかちょくちょく あってはありましたよ、うんうんうん、まあそんな感じ、研究者 のお兄さんに勝ち越えられてるから、いやいや私の初恋の話ですよね、それは、そう、ね、でもそんな感じですもん ね小学校はね、うん、なんか知るだけみたいな感じでした。甘酸っぱいですね。ピュアな話を、ピュアな話、チョコできました。今日はね、ピュアな話とおねしょの話、ね、はい、おねしょの話でした。すいません、私おねしょで、はい、いやね、サイコロトーク面白かったですね、うん、やっぱり新しい一面見られますね、そうですね、うん、かわいかった、はい、ね、面白かった、おねしょ。ではリスナーの皆さん、サイコロトークいかがでしたでしょうか。私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。
お届けした曲は明日東京ドームでライブがあるサザンオールスターズで希望の轍でした。言葉クイズ、イエーイ。アナウンサーとしてのスキルアップのため、正しい言葉の意味と使い方を知らないといけません、はい、そこでみおちゃん、言葉クイズを出します、はい、イエーイ。準備はいいですか？はい。お、できました準備。皆さん、今日は何の日か知ってますか？今日何の日？今日何の日だろうかな。6月15日。うん。父の日。嘘、明日か。惜しい。正解はですね、はい、実は生姜の日なんです。生姜。はい、生姜。そう、長谷園が2009年に制定しました。また石川県金沢市の生姜の神を祀る恥神神社で恥神大祭という生姜祭りが行われる日なんです。生姜は健康効果が高く、スパイシーな風味を与えてくれる食材として古くから親しまれています。糖尿病のリスクを下げたり、胃の調子を整えたり、うん、体にとってもとても嬉しい効果がたくさんあります。いいですね。なんか、うん、生姜って体調が悪い時によく、そう、食べたりするよね。食べたりするイメージがありますね。番組プロデューサーのゲイノルズさんやリスナーさんにもいつまでも元気でいただけるように生姜を食べてほしいですよね。食べてほしい。いやでも本当にね、うん、あの健康にいいらしいですよ。本当に、ね、確かに、うん、生姜って何でも使えるって感じがする。そう、何でも合うしね。何でも合うしね。さて、はい、本日のこと言葉クイズは、はい、生姜の日にちなんでズバリ難しい生姜です。生姜の由来を3つ言いますから、はい、正解を1つ当ててください。はい。1、毒キノコを食した京という人物が生姜を食べて回復したことから。京という字は生姜の、あ、はい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 、はい、がという字ですね、はい。2、生姜の原産地インドの地名から名付けられた。3、健康にいいため生姜いい食べ続けてほしいという願いから。この3つですね。みおちゃん答えてください。さあ何でしょうか。2番。なんで。正解は1番の毒キノコを誤食した、うん、今日という人物が生姜を食べて回復したことからです。生姜は神農という人が命名したと言われています、うん、ある日ですね、はい、山で神農は毒キノコを誤食し倒れたところ、道にあった青草を食しお腹がすっきりし治ったと言われています、うん、神農は今回の九死に一生を経験し、あの青草を、はい、神農の命を救ったことから、はい、神農の姓の今日生姜のが、そうそう、生姜のがという字です。で、生還したという意味の姓を合わせて彼は生姜と名付けたそうです。だから神様の一文字と、神様それで生きたっていう意味で生姜、うん、そういうことなんだ。そう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 。しかもなんかコメントにしょうがないなって来てます。ダジャレ、ダジャレ。うまいな。うまいな。そうなんだ。名前なんですね。あ、確かに生姜のがってね、何の由来だろうみたいな感じですよね。ね、あんまりね使わないしね。で、はい、さてみおちゃんに質問です。みおちゃんは今まで人生で振り返って、
もう生命がみなぎるほど美味しかった食べ物ありますか？あります。お、何ですか？これは私がゴーゴーもうゴーゴーゴーゴスにゴーゴーもうずっとやってる、うんうんうん、兵庫県にある三宮市ですね、三宮市にある三宮駅の下のひょうたんという餃子屋さんがあるんですけども、こんな餃子がまあなんと美味しいことか。餃子？餃子です本当に。意外。本当にびっくりしますよ多分これ食べたら。もうどの餃子よりも絶対に美味しいって思うみんな。お、じゃあ私もそれ食べに行こうかな。一緒に食べに行きません？私もゴーゴーしちゃうかも。うん、ゴーゴー餃子です。餃子です。はい、ということでみゆちゃん、はい、これで言葉の意味もよく理解できたことでスキルアップできましたね。はい、はい、次回の言葉クイズもお楽しみに。お届けした曲はキャンディーズで年下の男の子でした。ではそろそろお別れのお時間ですね。はい、皆さんこの番組には公式ツイッターがありますのでぜひフォローしてくださいね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト、私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますのでチェックしてください。来週の出演者もツイッターでお知らせしますね。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。そしてこの後9時からは FM サルースと FM 品川でスダップマラムプログラム2アナログデナイトが始まります。今夜はルーファスさんで高橋拓也特集を全曲アナログレコードでお届けします。皆さんも引き続きお楽しみくださいね。いや、今日は素晴らしかったね。やった、いろんな話が、ね、聞いてよかったね。楽しかったです。曲がかかってるので、あんだけ乗る人もなかなかいなかったよね確かにサザンで ね、 そうですね、すっごいノリノリ、うん、なんかカラオケ行ったら楽しそうな感じする。行きましょう、行こうね。今3つ約束しましたよ。何約束した？私はスイートポテトを食べる、うん、スイートポテトを食べるっていうのと、ひょうたんを食べに行くっていうのと、そうだ、カラオケに行く。はい、はい、3つ、あ、4つか、みなみちゃんと3人でご飯を食べに行く。はい、はい、今夜のお相手は中塚美穂とセンターフォースの高田坂でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。絶対行こうね、絶対行こうねこの番組はオフィスの働きやすい空間と使いやすい家具をお届けする国用株式会社、チャンネル銀河、 MTB 他の提供でお送りいたしました。